DJ ナオミの阪急ニューヨークラディオ。この番組はニューヨークと大阪をつないで、 DJ ナオミがニューヨークに行けない今だからこそニューヨークの現地の情報や阪急のニューヨークフェア2021の最新情報をお伝えする番組です。阪急ニューヨークラディオ。今ニューヨークで一番話題となっているのが草間彌生展なんですね。場所がですね、ブロンクスにありますニューヨーク市植物園という、これがね、美術館ではなくって植物園の中で行われている展示ということで、本当だったら昨年オープンだったんですが、パンデミックで1年延びまして、やっとこの春から開催されております。今年の10月31日まで展示されておりますので、ぜひ見に来てください。ニューヨークには大小さまざまな美術館や博物館がありまして、有名なところではメトロポリタン美術館、あとブッケンハイムとかね、近代美術館モマですとか、あとブルックリンミュージアムもあります。その中で、メトロポリタンに続いて2番目に大きいのがブルックリンミュージアムです。この美術館にはエジプトとかアフリカ の歴史的な展示物もありますし、あとモネとか、あとクールベとかね、ピサロとかルノワールなど印象派の作品も揃っているんですね。で、現在開催されているのがバッテンの目でおなじみの、ニューヨーク出身のアーティストカウズ展です。でカウズ展160点余りが展示されているということで、今年9月までの、展示となっています。ぜひ遊びに来てください。ここからは阪急ニューヨークフェア2021の最新情報をお伝えします。今日ご紹介するのはブルックリン在住のアーティスト、イブ・デボアさんです。イブさんはブルックリンに住むアーティストで、これまでアーティスト&フリーズですとかクリスマスマーケットに出展してファンを増やしてきました。彼女の作品の中で特徴的なのは袋をモチーフにした作品です。ではアーティストとしての活動をどんな風に始めたのか、イブさんの VTR を見てみましょう。 Let's check it out。 Hi, konnichiwa. I'm Eve Dior. I'm an artist from Brooklyn, New York. This is my cat Ginger. I've been living in New York for 9 years. I moved here from Ukraine. That's where I was born and grew up. I love New York so much. I never went to art school.So I'm a self-taught artist, and it's been quite a journey. My parents wanted me to get a serious degree, so I got my master's in electrical engineering, but when I moved to New York, I started doing art full-time. I sold my first painting when I opened my Etsy shop. It was in 2014, and then,When I started doing art markets, my first market was Arts and Fleas. Then I did Union Square Holiday Market. That's when everything started expanding. So I always wanted to make art full time, but since I'm an engineer and I also worked many other jobs in Ukraine, when I moved to New York, for about a year I was trying to figure out what I want to do with my life here. I worked in a restaurant and, One day, my husband told me, why wouldn't you try art? And New York felt like a fresh start, like in the movies, the city you come to, and all your dreams can come true, and you can start wherever you want, and be successful with it. So that's what I did. I think that owls found me.独学で絵を学んできたというイブさん、そこからプロになるっていうのはね、もう本当にニューヨークって夢を叶える街なんだなって思いますね。ではここで大阪の阪急ニューヨークフェア担当者、上條さんをお呼びしたいと思います。上條さん、じゃあ What's up。 はい、どうもこんにちは。どうも上條です。阪急百貨店のニューヨークフェアを担当しております。はい、イブさんのフクロウの作品本当に素敵ですよね。そうですね、やっぱりこう神秘的なこうイメージがあって、でもどこかこうちょっとユーモアもあって可愛くもあって、とても、はい、楽しい、なんか癒される、まあ、作品でもありますね。イブさんはもうすでに数年前から
阪急ニューヨークフェアに、出展し始めて、もう本当に多くのファンの方、来るたびに増えるっていう感じですよね。そうですね、はい。彼女は2018年のニューヨークフェアから参加していただいてます。はい、で毎年こうテーマに沿った、まあ、自分の作品もありますし、テーマに沿った作品も書いてくれて、2019年はちょっとスポーツがテーマだったので、ニューヨーク、はい、ニューヨークヤンキースのウェアを着たあの袋も書いてくれたんですよ。もう本当にね、街がモチーフになっていたり、スポーツがモチーフになっていたりとか、ね、フローがもういろんな風に変わっていくということで、かなりコレクターの方も、阪急さんに来るたびに増えてるんじゃないかなと思いますが、はい、毎年ファンの方もね、こうイブさんに会いに来てくれるのを楽しみにしてます。本当に、あとはその作品もあのイエローキャブであったりとか、セントラルパークとこうフクロウを合わせたあの絵を描いてくれたりとかして、本当にとても楽しい絵ですよね。はい、今年はどんなテーマでイブさんは絵を描かれてるんですかね。では早速イブさんに聞いてみましょう。 Because one day when I was thinking and developing the concept of my future store, of my art business, I was so overwhelmed by all the things in my head, but that I stopped. And I remember how I painted Frida Kahlo as an owl, and Frida is my favorite artist. And I just made her into an owl, and I'm not the person who was like into owls. It just came to me spontaneously. And then I looked at it, I really loved the concept, and I started making everything I like into owls, using owl as a shape, so I can tell the story from people who inspire me, to buildings, to cities, to feelings that I have inside. 日本ではよく幸福の、モチーフとしてフクロウが使われておりますけれども、はい、このパンデミックの中、私たちに幸せを運んできてくれるそうですよね。そうですね、もう本当にやっぱり今年らしいテーマで、この今年なんかちょっと言っちゃいけない気もするんですけども、やっぱりそのイブの優しさが詰まった作品になってるんだなと思います。はい、そうですね、VTR にもあったかもしれないんですけれども、はい、私もイブがですね、こう絵の具を自分でこう混ぜているところ、はい、あれは実はですね、クリスタルを細かく細かく砕いて、はい、でさらに顔料と混ぜて独自の色をもう作ってるんですよ。もうこのように一つだけの色で描いているという、もう本当に彼女のピュアな愛がね、本当詰まった感じで素敵ですね。なんか愛が詰まったってよく言うんです。この言葉よく使ってますけど、はい、本当に早くね、本当にもう一回みんなに会いたいですね。もう本当に、ね、まあ、今年も会いたいんですけれど、まあ、ちょっとね、まあ、今年は作品だけということになってしまうんですけれども、まあ、ちょっと皆さん楽しみにしててほしいですね。はい、そうですね、ハッシュタグなどをつけて皆さん SNS に上げていただけると、アーティストもですね、あ、こんな方が買ってくれたんだっていうふうにつながることができますので、ぜひ皆さん気軽にハッシュタグで、投稿してくださいね。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではジョンさん、今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。次回はニューヨークのセレブが注目するバッグを紹介しますのでお楽しみに。動画の配信やホームページの情報は阪急ワールドフェアのインスタグラム、また阪急イベントのツイッターでチェックしてくださいね。概要欄からぜひ皆さんフォローもお願いします。では皆さん、 Thank you for watching. See you next time. And I live in New YorkAnd I'm very upset that I cannot go and visit you as I usually do at New York Fair in Hankyu. It's been a tough year and I cannot come in person, but my owls will fly and they will say hi from me. And I hope you will come and visit New York Fair in Hankyu and look at my new art, which I created thinking of you, thinking of pandemic and how we survived it.And I wish you all to stay healthy and safe. Come to Hankyu, to New York Fair. My owls will see you there.